3年前この札幌で初めて表彰台に上った宮原、大きく成長して世界ランキング1位で今年の全日本を迎えます。浜田コーチといつものように言葉を交わします。いつもの儀式、一番滑走、時間をたっぷり使ってリンクの中央に大きな存在感です。連覇なるか、宮原聡子。フリーはため息、テーマは初恋です。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。トリプルループ、このステップの一つ一つも明確で丁寧で非常にいいですね。トリプルフリップ、きれいに決まっています。足換えのコンビネーションスピン、脚を引きつけて後半のジャンプに入ります。トリプルルッツ、ダブルアクセル、トリプルトーループ。キャメルスピン、ポジションも明確でいいですね。トリプルサルコー、そして最後のジャンプ、ダブルアクセル、トリプルトーループ。綺麗に、コレオシーケンス、ポジションも綺麗ですね。レイバックスピン、回転の速度、ポジションの転換、ポジション綺麗でいいと思います。
女王の貫禄です。凄まじいまでの安定感。いやすごいと、そんな言葉が出てきますね。原川さん、はい、ここまでどの試合でもこれだけ安定してジャンプをこなしていって、かつ全ての要素を本当に丁寧に一つずつ明確にこなしていけるというのは積み重ねの賜物だと思います。現女王宮原さと子、会場全体を自分の世界観に染めるようなそんなフリーをしたいと話していましたが、会場全体が宮原のその虜になりました。一番滑走です。今シーズンは最終滑走も結構多かったんですが、そうですね、ですのでやはり6分間の練習の使い方も違ったでしょうし、気持ちの持っていき方も今回は新しく今シーズンの中では持っていかなければいけなかったと思うんですけど、うまく調整しましたね、はい、この最初の3連続ジャンプの最後のダブルループだけ少し回転が、はい、傾いてしまったので足りなくなってしまったんですけれども、それ以外のジャンプにおきましては出来栄えも加点がもらえるような素晴らしい出来でしたね、やはり成功させるだけではなくて基礎点からいかに加点で伸ばせるかというところも勝負の行方を左右しますので、そのあたりスピン、ステップ含め全てに加点がもらえるようないい出来でした、はい、そして表情の一つ一つにも本当にこだわりと、スパイラルの時の顔もしっかりと作りました。はい、そしてこういったスパイラルも乗っている位置が全く揺れないようなコントロールというのも非常に際立っていましたね。こういうところは演技構成点の方でも大きく反映されていく部分です。強いという女王の演技、このフリーで 126.76 以上出せば200点を超えます。去年は女王になりましたが200点超えは果たせませんでしたが、この演技、この実力間違いなく超えてくると思います。自己ベストは 140.09、 この前のグランプリファイナルです。フリースケーティングトータルでは 208.85 という得点を持っています。139.59、 グランプリファイナルに近い得点、そしてトータルは200点どころか210点を超えてきました。 212.83、 女王の演技、宮原堂々のトップです。